湯崎知事を訪ねたのは広島市出身で高校2年生アーティスティックスイミング日本代表の比嘉もえ選手です。オリンピック初出場となった先月のパリ大会を振り返りました。すごい緊張しました。やっぱり雰囲気が違う、観客の数すごい多かったですし、声援とかも今まで聞いたことないぐらい大きくて、比嘉選手は8人構成で演技するチームで5位、デュエットで8位と初めてのオリンピックはメダルを逃し悔しい経験となりました。早くも21歳で迎える次の4年後を見据えています。ロサンゼルスオリンピックではメダルを獲得できるようにしっかり基礎を磨いて本物の選手で舞台に上がれるように頑張ります。